よし、皆さんこんにちは、ザキです。皆さん聞いてください。ついに、はい、来シーズンのプリキュアが発表されました。そう、ジョジムキ雑誌にて来年のプリキュアのシリーズの名前、タイトルが決まりました。そう、それを発表していきたいと思います。今から発表しますね。2月の7日からにて、はい、子供の大好きなプリキュアの新シリーズ、その名前はこちらです。そう、魔法使いプリキュア。2月の7日から魔法使いプリキュアというのが放送されることが決定いたしました。やはりこのキャラクターたち見てると、今回のキャラクターデザインは、はい、ハッピーチャージプリキュア、前作ですね。そして前回の、前回っていうか、いまだに、今は今回ですね、プリンセスプリキュアと比べると、新しい顔のデザインとなっております。その新しいデザインの顔、見てください、この二人組。初期はなんと、二人からスタートするようです。では、早速、はい、まず、キャラクターから見ていきたいと思います。おそらく主人公はこの、キュアミラクル。二人の人たち、キュアミラクル。はぁ、考え込まれてますね。このキュアミラクルが今回の主人公であります。もうすぐ中学2年生になる13歳の女の子。はい、不思議なことや面白いことが大好きで、いろいろなことに興味を持つ元気な子。プレキュアになったことがきっかけで、魔法学校に通うことになる。はっきりとした目標を持つリコに憧れ、一緒に大好きな魔法の勉強をしてみる。伝説の魔法使い、キュアミラクルに変身。私服姿がこの状態。おー、これ結構いいデザインですよね。うん。そして、いろんなスタイルがある。これが、なんだこれ。これがダイヤスタイル。はぁ、ダイヤスタイルですよ。このダイヤスタイル、がメインの衣服となります。そして、はい、おっと、ルビースタイル。ルビースタイルですね。うん。やはりルビーといったら、ね、赤ですからね。赤が基本のスタイルとなっております。そして、サファイアスタイル。今度は青のスタイル。おお、青のスタイルのプリキュア。そして最後にトパーズスタイル。黄色になった。これ、メインカラー、揉めるかと思ったんですが、黄色ですよね、まさにこれですと。となると、今回のプリキュアですよ。はい。桃色、青、黄色、紫など、これまでいろんな縛りがあったのですが、色に。フレッシュプリキュア以降。いや、イエスプリキュア5以降ですね。それを考えますと、今回は、その色の縛りがないという可能性がありますね。色の縛りがない。これは全くもっと新しいプリキュアですね。いやー、楽しみですよ。そして、はい、こちらが主人公、朝日奈未来。新しいプリキュアの主人公です。そして、その相棒役となるのが、はい、キュアマジカル。二人の魔法、キュアマジカル。名前はリコ、キュアマジカル。魔法学校に通う女の子、未来と同じ13歳。勉強よくできるけれども、魔法だけはちょっぴり苦手で。でも、いつか立派な魔法使いになるという目標を持っている。一緒に生活することになった未来。未来のいつも明るくてまっすぐなところが気になる。強い力を秘めた宝石、リンクルストーンエメラルドを探しに、ナシ魔法界にやってきて未来と出会う伝説の魔法使い、キュアマジカルに変身。もう、第1話から伝説が来ますよ。このキュアマジカルって子はおそらく、相当、強キャラからスタートすると思いますね。紫だし。紫のプリキュアと言ったらね、キュアムーンライト。うん、最強ですよ、彼女は。そして、キュアフォーチュン。で、まあ、マコピーは、キュアソードのマコピーはどうだろう。三角かな。それら紫のプリキュアは、やはり強いって設定が多いですね。となると、この子も結構色合いが紫なので、強キャラだと思いますね。そして、その強キャラ、まさかの1話から登場という可能性があります。こちらがリコの私服。おしとやかけですね。うん、おしとやかけ私大好きですよ。そしてこちらが、ダイヤスタイル。おや?ダイヤスタイルにしては結構衣装が、紫寄りですよね。
やはりこの子強いんじゃないかな。そしておっとっとっとと、ではそしてこのルビースタイル、あ、ここで結構赤になりました。うーわ、なんだこれ、強そう。え、待ってください、今シーズン放送されてるプリンセスプリキュアのトワイライト様みたいな格好ですよね、まさに。うわ、赤と黒絶対強いわ、この格好、威圧感半端ない。そしてこのサファイアスタイル、おお、今度は青をモチーフ、青と紫って意外と相性いいんですよね。いやー、この格好大好きだな、個人的大好きです。最後にこのトパーズスタイルですか。あ、やはり今回は4種類衣装があるようですね。トパーズスタイル黄色、あ、やっぱり黄色と紫ってなんかちょっと補色同士ですからね。うわー、非常に、うん、いい裏になっております。でさ、これ見ると明らかに黄色のプリキュアになってしまうんですよね。ほう、やはり今回プリキュア色縛りがなさそうですね。プリキュア特有のね、マスコットキャラクターはこの子です。この子の名前はモフルン。未来が子供の頃におばあちゃんのかの子にしてもらった、おばあちゃんのかの子にもらったぬいぐるみ。未来はとっても大切にしていて、どこに行くモフルンと一緒。未来とリクはプリキュアになった時に奇跡の力で喋るようになった。良い魔法の力を感じることができる。くじけはなんとかモフ。出ました、ゴビ付きの妖精キャラクター、今回はモフルンと言います。うーん、モフルン、クマですね今回は。お、そして耳の肌が透けてる部分はやはり魔法のカラー紫、いやピンクにも見える。あ、いや、ピンクと紫、アシメチック。ほう、なかなか考え込まれてますね。右と左で結構地味に色が違うんですよね。あー、分かりづらかった、すいません。と、まあこんな感じで新しいプリキュアが始めていきたいと思います。最後にあらすじを読んでみたいと思いますね。あらすじ、ストーリー、はい、魔法のことはキャップラババで2つの世界が今つながる。ほう、今回の合言葉はキャップラババです。さあ、これテスト出ますよ。あらすじ読んでみたいと思いますね。もうすぐ中学2年生になる朝日のメールは春休みのある夜、空から謎の物体が近く公園に落としていくところを発見します。もしかして魔法使いかも、たったに胸を膨らませる未来は、翌朝ワクワクしながら幼い頃からずっと可愛がっているクマのぬいぐるみモフルンと一緒に公園に向かいます。するとそこで目にしたのは法律にまたがって宙に浮く女の子、リコと名乗る女の子はなんと魔法使い。未来は魔法使いに興味津々で、リコを質問攻めに、リコはあるものを探しに未来の住む世界にやってきたらしいのです。さらによく見ると2人は同じペンダントをつけていて、そんな中闇の魔法使いドクロクシーの仲間バッティネーミングセンスよが2人の前に現れます。リンクルストーンエメラルドを渡せとリコに迫りますが、どうやらリコもリンクルストーンエメラルドを探しているらしくて、バッティの闇の魔法で生まれた怪物よヨクバールに追い詰められた。その時ミライとリコそしてモフルンが手をつなぎ、魔法のことはキャップラババと唱えるとペンダントが光り輝きます。そして、まあ、伝説の魔法使い、はい、プリキュアが誕生するのです。結構今回のストーリーは本当に楽しみですね。あれ、魔法使いって言うとね、お邪魔女ドレミっていうイメージがありますからね、いまだに。そのお邪魔女ドレミと肩並べる、いや超えるかもしれない逸材かもしれませんね。まあ以上で、はい、今回の来年のプリキュアが発表されました。その名は魔法使いプリキュアということを伝えたかったザッキーでした。今回の説明でいやー見づらかったなと思ってしまった子たちにはまず一つ、いやーすいません、もしそう思ってしまった場合は、はい、はい、こちらに出ている、はい、魔法使いプリキュアとインターネットで検索してみてください。ネットでパソコンで検索してみてください。そうすればホームページやってますので、そうすれば、はい、確実に見やすい絵が出るかもしれません。となると、なんでザッキーはそんな画質悪いことをやってるんだって言われると、ただ魔法使いプリキュア
が始まるってことを伝えたかったんですよね。うん、そう気づいてもらえれば来年の、はい、子供たちがワクワクでドキドキでたまらなくなる、はい、それの気持ちを感じてほしいと感じて思ってほしかったです。なので以上ありがとうございました。